あ、久しぶりに叫んだぞ叫んだぞ、皆さんこんばんは。ドラマーパーカッショニストの定成君吾です。前回聞いていただいた方、そうでない方、今日もよろしくお願いします。っていうかね、先週は公開生放送でした。公開生放送、いつもはね、外が暗いんですよ。8時になるとシャッターが降りて真っ暗な、外のスタジオの外の風景になるんですけれども、先週の放送は全部明かりも上がってて、シャッターも上がってて、隣のカフェグレネコさんも、開けててくれてて、そんな中で公開生放送をしたんですけれど、いや緊張した。もうね、何、1年半ぶりとか2年ぶりぐらいにすっげえ緊張した。突然オープニングやってみんなの拍手がわーってあった瞬間に、突然原稿を落としたら何も見えないのよ。あれとか思って心臓ドーンとか出て、なんですが、楽しくできたので、またこれは企画してやっていきたいと思っております。いやね、見に来てくださった皆様ありがとうございました。地元の若いアーティストも良かったし、何より渡辺学さん素晴らしかったでしょ。ね、狙ってた通り、駅のアナウンスがあるじゃないですか。ピンポンパンポン、何番線に何が来ますみたいな、あれがね、渡辺さんの歌と被ったのよ。これ生放送これよねと思って、聞いておりましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。私の前半の神々具合とですね、素晴らしい後半の歌とね、いいコントラストができたんじゃないのかと、思っております。さて、こんなわけで今日はね、3組ゲストがありますので、トトトドーンと今日もやっていきたいと思う次第でございます。今日のテーマ、あなたの好きな伝説教えてください。伝説ね、都市伝説、伝説の選手、伝説のアスリートね、あとはなんかこう神話的になってたりとかするわけじゃない。12月はさ、クリスマスもあってさ、なんかちょっと神話な感じになるじゃない。で、伝説、神話、そんなものをね、お待ちしております。例えばこれさ、すごいぜ、大学時代老舗の温泉旅館に泊まり、サークルの合宿をしたが、夜の飲み会で調子に乗って壺にダイブ、夏休み後10万円払ってと会計に言われ、そのことを全然覚えていなかったこと、今でも同級会の語り草、いわば伝説になっている。誰だこれ、やったら誰だ。はい、じゃないよ、中村さーん。いきなり最強来たね、これ。などなど、あなたの伝説、都市伝説、神話、お待ちしております。そしてですね、電話ゲストは京都を中心に、本当に活動して大活躍しているですね、進撃のアドベンチャーバンド、アドベンチャーロックバンドっていうのかな、すごいのよ。対バンした時に衝撃を受けました。私の思い出から登山正文、質問メッセージお待ちしております。ファックス番号0267-65-8880、 0267-65-8880、 メールの方は FM 桜田のホームページからお願いいたします。そしてあなたのつぶやき受け付けております。つぶやきたい方はハッシュタグくんご、カタカナでくんごで お待ちしております。ツイッターはあれよ、ハッシュタグなんだ、ザザ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 ザ、ツイッターね、つぶやきっていうのはね、ツイッターで送ってください。あと FM 桜田のホームページからユーストリーム、今日もいるかい見てるの、イエーイ、ユーストリームもやってます。FM 桜田のホームページから、一緒に楽しんでください。で、おはがき、これだ、おはがき。皆さんね、おはがきをこの番組に書いて、送っていただきますとですね、僕の強力な応援団でありますアクロスホーム株式会社より素敵なグッズが届きます。いいですか、素敵なグッズが届きます。どんなグッズだか俺も知らない、だから俺も見たいからちょうだいっての言ってんだけど、俺には絶対くれない、スペシャルグッズ、これが、アクロスホーム株式会社よりあなたのお宅に届きますので、ぜひおはがきをください。ちなみに今日来てんだね、おはがき、読みましょう。ラジオネームてるひで、くんごさん、スタッフの皆さん、12月3日生放送お疲れ様でした。とても楽しい時間でした。今度はぜひ2時間たっぷりでお願いします。元テカでのまなぶさんのクリスマスライブメローもとっても素敵な時間でした。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございました。
ね、嬉しいね、こう言っていただけるとね、素敵なグッズアクロスホーム株式会社よりお送りいたします。ではではでは、いきますか。大問題のアドベンチャーバンド、アドベンチャーロックバンド、おかしいよ、私の大好きなバンドです。私の思い出でお米フリーク。バカじゃねえの。
私の思い出でお米フリークでした。そんなわけでスピークラウドというバンドを僕はやってまして、それの時にね京都で一緒に対バンしたりとか、まあそんなあとはねライブに呼んでもらったりしたんですけれども、今日は私のそんなつながりから私の思い出を、お呼びいたしました。まずちょっとプロフィール読みます。私の思い出、現在京都ロックシーン絶賛暴走中の現存する唯一のアドベンチャーロックバンド私の思い出、全国各地を股にかけ衝撃&衝撃のライブ、これはドーンと衝撃と笑いの衝撃ね、ライブで中毒患者続出中だ、呆れるほど内容のない歌詞、一度聴いたらすぐに歌えるメロディー、ファンクやディスコ、パンクにヘビーメタル、ハードロックまでやっちゃう無節操さが武器、メンバーはリーダーでサックスのスパゲット上田、かっこ親父は米屋、歌手でリーダーの先輩登山雅文、ギターとおしゃれ担当、おしゃれか、ジーザス、ソワロンチ金正おさ、じゃあ違うギターとおしゃれ担当がジーザスソワロンチン金正、スラッとした男前ベーシストのバタヤン、エレガントなドラマー中井貴族、ボーイスカウトシャツを身にまとった5人の冒険野郎どもが気合満点で踊る、気合満点で叫ぶ、気合満点でギャグを連発する、京都でワンマンライブをやってたり、名古屋の、名古屋でワンマンライブをやったりして、2014年2月にファーストアルバムアドベンチャー危機一発をリリース、 CD ジャーナル市場で筆者の一押しと絶賛される、すごいね。さらには日本を代表するパンク映画監督島田角栄、現在国内外で注目を集める関西インディーズ映画界の記載から、なんと演歌殺害演歌ビニールクレイジー SKB 社長37年記念映画過去仮に出演オファーされまさかの映画出演、俺たちムービースター。そんなわけで少しずつ注目を浴びてきた5人の冒険野郎たち、私の思い出をお前らの思い出にしてくれ、なんだそれ面白いね、登山様。はい、あ、よろしくお願いします。はい、何やってんのよあなた、ちょっと何やってるんですかね お久しぶりですお久しぶりです、はい、お元気でしたか。あ、はい、相変わらずです。まあ、元気だろうね、これやってんだからね。まあ元気ですね、はい、ね、私とあなたは、はい、何年前でしょうか、もう 4,5 年前か、そうですかね、はい、に巡り合いまして、はい、私のバンドにあなたが入り、はい、ひたすらなんかシャウトをずっとしてたっていう、そうですね、とても懐かしい思い出がございまして、はいはい、もうそれで私の思い出でも対バンをさせていただきまして、はい、一昨年ぐらいでしょうかね、はい、あなた方は面白いね。ありがとうございます。その関西じゃん、やっぱり、はい、東京の人はこうはならないですよ、東京っていうかその、関西圏じゃないとこうはならないですよ。はい、まあね、やっぱね、関西人ってなんかこう笑いで信用を取っていくみたいなのがあるんで、そうよね、最初にまず笑かしてみたいな、あるんですよ、やっぱりコミュニケーションのこう最初の手段として。そうだよね、そうだよ、はい、だ大阪でライブやるといつもね、はい、難しいんだ喋りが。MC からやろうとすると、ね、あ、ダメだみたいな感じになっちゃうから、はい、演奏中心になってしまうんですが、はい、演奏中心でやると距離ができるんだよね。そうですね、で何しに聞きに来てんのみたいな感じはするわけですよ大阪の皆様には。でそこをですね、あなたの、はい、あなたは、そして私の思い出は、はい、特化して、はい、話でも話術でも音楽でも、はい、ひたすら笑わせる方向に向かっていると。そうですね、もうその笑い取ることしか考えてないっていうか、はいはい、なんかもう全然メッセージとか何もないんですよ僕、その伝えたいことがもうね、なんか音楽っていうか歌詞にその、うん、なんていうか深みとかいらなくてすぐ分かるっていう方がいいのかなと思ってやってるんですけど、はい、いやでもそれがね、だって CD ジャーナル、はい、CD ジャーナルの筆者の方に
一押しされたりするわけじゃないですか、はい、ねえ、なんかたまたまなんですけど、うん、なんかすごいありがたい話ですよね、はい、まあね、声も楽器だっていう人いるしね、はい、そうです ね、 ね、はい、インスタの音楽だってあるわけだから。ああそうですよ ね、 ね、もうくんごさんなんかそんな感じですもんね、完全にインストすね、そうインスト僕は多いわな、俺やってるのはな。ああそうですね、ジャズ崩れみたいなことやってますは、うん、あなたは何崩れですか。僕なんですかね、なんかもう全部に崩れたというか、はい、あのパンクも好きやったんですよ、うん、あとはリズム&ブルースとか好きやったんですけど、うんうん、どれもこうなりきれなかったというか何一つこうなし得なかった感じですね、はい、そうね、はい、そうなのかね。いやだってホスピタリティもあって、はい、ね、そのみんなをこう盛り上げる力もあって歌もお上手じゃないですか。いや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 、もう歌が自信がないのでそれでそのくんごさんとセッションしたときは、うん、自分が一番自信があるのが僕はあの高い声で叫ぶことだったので、ハードロックね、はい、ハードロック張りのね。え、どんな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 の、あーみたいなやつですねえ、ごめんごめん聞こえなかった、どんなどんなの、あーはい、はい、そんな野森山くんの私の思い出ですが、はい、ニューアルバムをリリースじゃないですか。おめでとうございます。 あ、 ありがとうございます。どうなの。いや今回はもう自信作というか、うん、はい、覚悟の一枚ですね。これ売れなかったらやめるとかそういう話。いやそうっすね、でも売れなかったらっていうことをちょっと考えたくないです。怖いで怖いですねでもこれだってあの使用ショップは全部いけてるわけでしょ、はい、そうですね。だってビレ版に置いたのすごいね。あ、ビレ版も、はい、置いていただいてます。素晴らしい。まあ、あれですね、ツタヤとかもですね。ね、はい。すごい。どんな、あの、アルバムのタイトル、はい、どんな。アルバムのタイトルは、これ、あの、アー冒険っていうタイトルなんですけど。おほん？アー冒険です。はい。素晴らしい。アー冒険。はい、それ、いつ発売ですか、はい、これは12月16日発売です。ん？ということは、あと6日後だ、はい。そうなんですよ。はい。すごいね。すごいね、全国流通でさ、ツタヤにも入っててさ、はい、ね、あのビレ版にもあってさ、はい、大変なことですよ。いやーねー、どういうコネクションを使ったらそこまでいけるですか。いやもうこれはなんかまめにメールとか打ちましたねいろんな人に、はい、少し笑いを交えながら、はい、うん、まあでも何でしょう、今回は結構まあツタヤはそのレンタルの方もなんですけど、うん、結構全国で置いてもらえることになったので、うん、まあ、やっぱり いろんな方に聞いていただきたいですね。そう、今インディーズもメジャーも関係ないからね、本当に。そうですね、もうそういう時代になってきた感じあります、ね、うん、だってもう全国これでバーンって、あとはだから宣伝しまくるっていうね。そうなんです、はい、ラジオ出て、はい、テレビ出て、テレビ出たいっすね、テレビね、はい、テレビ、テレビなかなか難しいわな。テレビはねまだ全然出たことがない。おー、そうですか。じゃあテレビをどこかでつないでみましょうか。つな、はい、ぎたいですねお願いしますなんかいろいろ送りますんで。わかりました。かつお節とか送ります。あ、マジでマジで。あ、じゃあ俺も頑張る。ね、ハンナついてるあの硬い、あ、いいじゃん、ちゃんとしたかつお節、自分でちゃんと削るやつね。あ、そうですそうです、送れよ、はいもうこれ電話終わったらすぐネットで調べる、はい、うん、そんな今絶好調の私の思い出の登山くんなんですけれども、はい、そっか、あと6日後のアルバム発売、はい、はい、イベントなんかはあるんですか。あ、そうですね、一応先行というか、まあ、レコ発として、うん、14日ですね、2日前の12月14日に梅田のクラブクワトロで、うん、レコ発イベントやります。お、素晴らしいですね、素晴らしい、もう頑張ります。天地創造キャンプ、はい、あなた方はライブのことキャンプっていうのよね。いや、そうなんです、キャンプの。なんでキャンプなの。いやもうなんかキャンプのような一体感というか、はい、なんか薄いなもうこれね、なんか言ったもん勝ちっていうか。そうだね、素晴らしい。もうキャンプです、
はい、だからキャンプある12月12日もあんじゃん。あ、はい、あの京都のタワーレコードでやります、ね、すごいね、はい、タワーレコでミニライブミニキャンプ。いやこれもね、うん、もうタワーレコードキャンプですね。素晴らしいね。はい、それで14日は梅田クラブクワトロ。はい、そうです。素晴らしいと思います。これで全国これから突っ走っていくわけですね。そうですね、あの、まあ、東京行ったりとか、うん、名古屋行ったりとか、まあ、結構いろいろ、そうだね、予定は入ってきてます、29日は名古屋徳造、はい、1月17日は心斎橋、あ、そうですね、19は下北沢、はい、うん、まあ、関西が多いけど、あ、八王子マッチボックスっても、素晴らしいね。東京はまあちょこちょこと行ってますね、うん、はい、長野方面来ないですか。長野はあの伊那あグラムハウスだ、はい、は何度か行ったことあります、うんうん、今回ツアーはグラムハウスは入ってないの。今のとこまだ入ってないんですけど、伊那が僕はとても好きなので、うん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 、また長野行きたいですね。ね、ちょっと俺もなんかやろうよ一緒に。いや、ぜひあの、うん、ご一緒できたらと思います。素晴らしい、素晴らしいです、ございます。ですます、ございます、ね、はい、うん、なんかあのそんなわけでですね、はい、はい、時間となりましたが、あ、ありがとうございます、はい、言い残したことはございますか。いや、あのくんごさん会いたいですね。会いたいね、飲みたいね、遊んでください。はい、いや俺じゃなくて、はい、あのラジオの前の皆様にないの。皆様、うん、皆様、あの、はい、はじめまして、私の森の登山と申します。皆様、あの12月16日に新作リリースされますんで、なんとかぜひとも聴いてください。お、ちゃんと言えたね。では、はい、最後に一曲、はい、のぼりやむくんから紹介してもらって、はい、このコーナーを締めたいと思いますが、わ、はい、かりました、はい、では、私の思い出で、雪山大宴会聴いてください。ありがとうございました。のぼりやむくんでした。
私の思い出で雪山大宴会でした。さあ本日2組目のゲスト、すごいね今日はね、松本から来ていただきました。はい、放送作家の、よろしいですか、放送作家よりもそうですけど作家、まあ、作家ですね、作家、作家か詐欺師かどっちかですけどねもう何でも来いですからね。空手家、空手家でもあります。空手家ってお笑いましたよね。空手家あります、あります、あります、はい、空手家もあります。空手家で、空手家でもあります。わかりました、はい、お笑いの空手家じゃないですけどね。ねえ、というわけで、はい、お笑いの空手家から、あー来ました全然違うね、全然違うね、返事しちゃったじゃん、ね、作家のダンプ、はい、ダンプ親父ボーイさんです。はい、どうも皆さんこんばんは、よろしくお願いします。何、朝も来たんでしょ。朝も来て出たがりね、もう暇で、暇だし家にいても寂しいし家族いないし、あ、そうなの、ね、多分誰か相手してくれるっちゃ、鏡に映る自分がいや、あのけどね、家族はいっぱいいるの、うん、家族がいっぱいいるの、うん、あの、うん、シロアリとかいっぱいいるの、それはいっぱいいるんだけどね。そうなの、どうも同じ哺乳類でね、家族欲しいな、ね、哺乳類はいいな、脊椎動物がいいな、節足動物はちょっとやだな、そうだ、ね、飽きちゃったな、ね、喋ってくんないから、ね、カサカサ言うしか言えないからね。そうだよ、ね、ね、うちはピョンピョンがいる、あ、ピョンピョンがいる、あ、俺それやだな、ね、想像しちゃった、想像しちゃった。いや、結構さ、あの長野県、まあ、僕軽井沢なんだけど、あのいるのよ、足の長い、かまどお前、あ、言っちゃった、あ、綺麗な人いるでしょ、あれね、うん、あれはね、ちょっと形としてはね、うん、ちょっとセクシーだと思うんだけど、うんうんうん、ちょっとあの弧を描いてるとこが、うんうん、アーチを描いてるね、猫背な感じがね、あそこ見てる時にちょっとね、やだね、あれやだね、ちょっとね、グロテスクでね。でもほら、あったかいところだとね、あの GKB とかいるわけで、出ますね、あれ、ね、彼らよりは怖くないよね。あ、そうですね、強い感じがして、ずっとじーっとしてて、うん、まあ、置物みたいな感じなんだけど、そうだよね、そう、うん、でもまあ気持ち悪いって言うんだけど、うん、俺も一般的なギャルからキモいってよく言われるもんで、うん、まあ同じようなね、やっぱ、まあね、気持ち上がるな、ね、気持ち上がる、うん、キモいって言われる、ね、そうそうそう、でピョーンって飛んで、ここにこう、ね、ほっぺたにスッとついたりとか、そうそう、叩こうとすると飛ぶんじゃない、あれ分かってて、そうそうそう、ね、ドンとキスみたいなんだけど ね、そうだよな、そう、俺 GKB にキスされたことある。うわ、それは強烈。そう、あったかいところに住んでた時に、ね、やつら飛ぶんだよ。あ、ほんと、あ、そうだ、そう、そうだ、空も飛べるもんね。そうなのよ、ね、もう最強だよね、あいつら。だって昔、古代からいるもんね、だから人間より大先輩だから。そうで、人類が滅亡したとしても生き残るんでしょ、ね、そう、俺もゴキブリなのかな。これね、でも、ね、お食事の方もいらっしゃるから、ね、皆さんすいませんね、ね、美味しくなっちゃったかな。長野県は虫が、虫がね、食べる県だから、うん、やっぱ、ね、自分もやっぱ県外行くと、うんうん、あの虫食べてるんですかなんていうもんで、そうね、だけど本当に美味しい。昔はソフトクリームに生入ってるのも、そうなの、あって、あって、確かに、けど美味しいんだけど、うん、形がどう見ても、ま、あのソフトクリームの中に溺れて動けなくなったイナゴたちの青春だって感じでね、ね、なんか食べてもかわいそうだなっていうのはあるんだけど、美味しいんだけど、やっぱちょっと形を変えればね、ソフトに溺れちゃった、あれはね、本当にね、そう、うん、本当にね、まあいろいろちょっとね、虫関係はね、ちょっとね、長野県強いんですけど、そうね、あ、それ久野さんね、うん、今日は僕、あの朝も出たんですけど、はい、今日は皆さんに、うん、リスナーさんにプレゼントを持ってきました。素晴らしい、ありがとうございます。まずは、うん、私空手家なんですけど、うん、実は僕がデザインした T シャツで、うん、T シャツ、うん、T シャツです。これはあの内田繊維さんとね、うん、コラボして、あの一緒に作ったんですね、うんうんうん、でそれでこれを LL、 ちょっとサイズは LL です、俺サイズだけどね、で、そう取っちゃうかって言ったけどリスナーさん、これ差し上げますよ、ね、うん、あのくんごさん行かないようにね、すぐ行かないでね。あとタオルこれはかっこいいじゃないですか。これ結構ね、うん、あのちょっと出すとまた畳むのちょっと偉いもんで、ね、ツル折っちゃうかもしれないもんでねえ、だけどこの空手、パワーオブ空手、うんうん、でもこれは空手やってない人でも、うん、実際使ってもいいと思うんですよ、うんうん、だから本当にあの空手なんだ、ね、だって、家に、うん、あの見ず知らずの、 あの新聞の勧誘にしつこい勧誘とか、うんうん、ね、あのセールスマンとかいるじゃない、くんこさんみたいな顔しておっかない人が来てれば、うるさいよ、話がね、いや分かってよ新聞じゃってなるんだけど、うん、これを玄関に例えば空手、あ、空手やってんだ、やばい、あ、まあね、やばいなってなって、そうだ、女の子のほら一人暮らしとかで靴を置くみたいなのあるじゃない、
ええ、それじゃないの、空手だったら、そう空手だったら余計強いよ、やばい、やばいっつって、うん、ね、くんごさんならね寝技得意だと思うんだけどね、こうやって打撃の、あなたも好きですよ寝技言っちゃダメねえバレちゃう、ね、でもそこでこれで出しといてもいいもんで、うんうん、ええ、そうです、だってこれでもう相手の首を絞めても、あ、それはいけないね、ね、これを、うん、この結構でかいもんで、うんうん、車のあのダッシュマットに、あの いい矢沢みたいな、そう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 こんな感じでこれを2名様、うん、素晴らしい、合計3名様にプレゼントいたしますので、うん、またぜひ皆さん今日はあの、そうね、今日はなんかで T シャツ欲しいよとか、うん、タオル欲しいよってなればぜひ、そうですね、くんごさんに、はい、ね、裏金払ってもらってください、あとはくんごさんにお任せしましたんでなのでこれは FM、FM 佐久平まで、はい、メールをいただければ、はい、行き渡るように、はい、しましょうよ、ちょっとすごいです ね、このジュリアがこれこれ朝も持ってきたんですけど、もう邪魔なもん持ってくるからさっきからさスタッフの人が大変なんだよ、トナカイのね風船持ってきたらどうも俺の前に出てがって俺と一緒だもんで頭来ちゃうもジェラシー感じちゃって、もう来ちゃっても寂しがり屋なんだ、ね、俺もそうなんだけど ね、お互い ね、もうかまどうまかなこれ違うね、また行っちゃったまた行っちゃったね、そんなわけで皆さんすみません、そんなね、はい、ダンプさんなんですけれども、はい、本を2冊そうです書いてますよね、はい、アイラブラジオ、はい、そうです、これはどういう経緯でアイラブラジオなんですか。僕がですねやっぱラジオが好きで、うん、リスナー今もまあリスナーなんですけど、うん、リスナーで本当にもう全国各地の番組に送、うんうん、メッセージ、うんうん、メッセージメッセージテーマ、あ、メッセージテーマとかあったのにそれで送って、うん、なるほど、それからもラジオほんと好きでずっと聞いてて、うん、もう友達がラジオ、もうね、神さんがもうラジオ、もうラジオしかもうねいなかったもんで、そうなの、ね、ちょっと悲しいね、ちょっと悲しいね、悲しいね、笑ってるしこいつなんか妙にトナカイ笑ってるしね、なんかあれ、その、はい、幼少期から、まあ、ラジオがお友達で、はい、それあラジオはね、うん、途中ね最初ダンプ乗ってて、うんうん、名前の通りダンプカー乗ってて、うん、CD が壊れちゃったんですよ、うんうんうん、で聞けなくなったもんで、しょうがないラジオ聞くかってなったのが、そしたらメッセージくださいって言って、うん、あなたのメッセージ待ってますって言うもんで、うんうん、じゃあ送ってみるかと思って、うんうん、送ったらすぐ読まれて、うんうん、あこの人すごいこのメッセージって、うんうんうん、面白いって言われて、なるほど、ね、ちょっとすげえ何考えてるか分かんないって言われてラジオネームダンプ親父ボーイどっちなのこれなんて、そこまで俺は自分の名前で相手を意を悪くしまったんだなって感じで、もうそうなってそれからもうハマっちゃって、なるほどね、それで全国で いつの間にか、うんうん、結構ちょっと名前売れたりして、素晴らしいよね、文芸社の方でたまたま作家募集ので、うん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 、それで小説募集で短編小説とかそういうのも送ったら、うんうん、いやおめでとうございますみたいな感じが来て、ね、それからですねトントンと決まってって、うん、今1出してその後2おかげさまでアイラブラジオ1と2と2です、そうなんです、すごいですよね、そうなんで2の短編小説もね結構意外と、うん、下着メーカーので短編小説募集されたので、うん、結構賞を取ったりいろいろしてます、ね、でもなかなかでも後がないってさっき言ってたよね、後がないですね僕のもう明るい老後生活がないですね、そうまあね、まあ、もうねでもしょうがないんで従業だからさ、ないんですよね、なるほどね、でそっか今日は何これのプロモーションに来たですか、今日はいや今日はですねくんごさんの、うん、トークも聞きたいし音楽ね実は僕ねこの間くんごさんに CD もらって、はいはいはい、で家でかけてて、うん、そしたら本当に生活の一部になる音楽をちょっとびっくりしちゃって、なんか自然にかけて言うと、ね、もう、うん、BGM のような感じ、うん、なんか本当にトントコトントコトントコってなると階段トントコトントコ行って、うんうん、ね、なんかたまに行ってるけど、ね、そうそうそう、けど年だからたまに何もねてコツなら痛い痛い痛いってね、サングラスも飛んでっちゃうしね、本当にけどね、ただそのリズム感、うん、あれ生活にいいなと思って、うんうん、ちょっとかけてて、うん、ただ、ね、料理する時も切るじゃないですかね、うんうんうん、綺麗に指切ってるんですよね、それはおかしいな今お話しいただいてるのはですね、ギタラトリオという、トリオバンドが全国流通してるのがございまして、はい、それの、新しいアルバムですね、宇宙絵巻の素晴らしいギタラトリオで検索してください、止まらないんですよね、うん、ずっとで、うん、ほんで本当食べてる時もトントコトントコもうねそのまま皿食っちまうような感じで本当に止まらなくなるだから不思議に時間を忘れて生活のリズムがこう体に入ってくる、うん、なるほど、あれはね面白かったなと思って、歌とかじゃなく、うん、音楽で言葉じゃないのに、うんうん、なんか伝わってくるんですよね、なんか動くの、あれはね面白かったなと思って、うん、そうですか、素晴らしかったです、非常に、なかなか中来たぜ、中来た、中来た、ダンプ帰れってやつ、うん、ね、そう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 もうちょっと待って、もうちょっと、ラジオネーム
影の実行部隊小室市のファンファンライダー2号まだ52歳ありがとうございます。メッセージくんごさん、はい、ダンプさん今お聞きの皆さん、はい、こんばんワンダフルワンダフル、ダンプさんトーク最高ありがとうございます。作詞に移住しちゃっていいよ。あ移住しようかな、うん、ね友達ラジオしかいねえし、うん、ねえいいじゃねえだったら俺も友達になってあげるよくんごさん負けずに頑張ってねかまどーまがくんごかなくんごさん負けずに頑張ってねウェイイエーイウェイそうウェイっていうねウェイ本当に、はい、こういうのねね来てくれてもうリアルタイムメッセージは嬉しいね嬉しいよね嬉しい本当にね、うん、やっぱみんなのラジオっていうのはみんなのメッセージからも来てるし、うんうん、で音楽もしっかりねかけれるし そ, うだよそれがいいとこあそうだ、俺ね、これちょっと待ってもう一つ来てもう一つはいはい、ラジオネーム CSC みっちゃんみっちゃんメッセージはいアメ横女学院、うん、お今宵の上ではディセンバーお以上素晴らしい、うん、なんか伝わってくる何が伝わってディセンバーなんかの歌詞だとなんかこれきっとね、ええ、きっとなんかのリクエストだと思うんだあなるほどだけど暦の上であったなあったなこあった俺知らないから書けれない暦の上ではディセンバーあなんかあった知ってるアイドル系じゃないかなあだろうなアイドル系確かそう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 、うん、そうあ、うん、俺ねオーシャンフィーフィーじゃねえの間違えねえんだよねうんアイドル系は疎いのでよく知らない。あ本当にけど今アイドルいっぱい。アイドルいっぱい。いっぱいいるじゃんね。うん、で、あのやっぱ人気だっちゃあの桃色クローバー Z が あれ全力じゃんね。まあね。本当にね全力でしょあの口パクなしの、うん、本当に走りだ。そうなの？あれはね、そうか。あのね、あのみんなね惚れちゃうと思うんだけどね。あと口パクなしなの？すごいね。上だから今出てる、うん、なんだっけあのモガミモガちゃん。うん、あの子も結構あその子も上だかな確か、うん、もう出身で、うんうんうん電波組インクかで金髪で、うんうんね髪が金髪で、うん、目が2つあって鼻が1個あって口があってあ、ね、うんと可愛いなんどこが可愛いんだろういや本当にいいけどねすごいセクシーでねまたねさっき人気出てきてそうかそうなんですよハーブリッコちゃんも歌えばいいのにねあそうだねもうみんなあそうハーブリッコちゃんのあの振り付けしてるのが、ええ、あのズーってダンスグループあるあるあるあれのタコさんこの前一緒だったのあ本当にタコさんが、ええ、俺も作行くんだよってなんでって言ったらはあすごいハイブリッコちゃんの振り付けしてるタコさんはね、うん、あれやってあのなんだっけ大の字の、うん、あのね確かジャイアンナイト踊ってたような気がする前あそうなの長野来た時に、うん、タコさんサイン書いててすごい踊っててもうバンバンあそうあのもう熱いうまいなと思ってそうだ俺さ一回大の字さんのイベント出たことあってすっごい腰低くていい人たちだったそう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 言わないの自分も初めて会った時も、うん、あダンプちゃんっていつもありがとうねなんて感じでそれですごいすごいそれであの、うん、ラジオドラマの大地先生が、うんうん、大地さんの、うん、そうあそうつながったんだ。そうそうなるほど、ね、それで結構仲良くなって。あすごいすごい。そう、それであの、うん、あのラジオドラマで学園ものからあのなるほどそれをやろうってことで皆さん募集しますって言って、うん、で自分が書いたやつ、ね、これもうあの、うん、もうこれスタッフ一押しでってなってなるほど、ね、それで2週間にわたってやってくれて それでさらに文芸社がこれいいですっていう感じで。そうです、そっからなんですよなるほどね本当にねけどね、うん、あの面白いしね、うん、大の字さん ね結構トーク熱いし音楽に対してね、うん、あのすごい熱いいやだから音楽イベントやってんだもんそう今スモムね、うん、テレビでもだ俺それで、うん、その幻っていうアーティストのサポートしてる時に、うん、その呼ばれていってあー、うん、そういう、ね、すごいだちょっとちょっとそろそろね、うん、時間がね赤い点滅がねあの横目にねずっと気になり始めてるんで帰ってもらっていい？いよ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 あのとにかくアイラブラジオ、はい1&2、こちら文芸社からあの発売されてますので立ち読みダメだよみんな買ってねこれをね、うん、しっかりあの皆さん読んでいただきたいなとぜひあの読めば分かります、うん、読めば分かるよ ねぜひ読んであの皆さんねあの、うん、もっとラジオを愛して、ね、あと僕を愛してください皆さんよろしくお願いします、うんね、大丈夫かまど馬がいるよかまど馬がっていきなり開いて出てきたごめん ねそれくんごさんの家のやつだから ね安心して ねというわけではいすいません本日の2組目のゲストははいどうもありがとうございましたダンプ親父ボーイさんでしたどうもありがとうございましたどうもまたよろしくお願いしますじゃあ一曲いきましょうレッドホットチリペッパーズでギブイタウェイ
お願いします。あと1分ほどで、あと1分ほどで、うん、そのままで結構でございます。はいはいはい、久々だな、なんか緊張するな。あ、そう？あら、そうなの？緊張するな。さて、ここからは、くんごぼんごを心強く力強く応援してくださっておりますアクロスホーム株式会社からのお知らせです。本日は先週に引き続き、アクロスホーム常務、そして大黒柱であります深澤さんにおいでいただきました。どうもこんばんは、深澤です、ね、まだひげ剃らないの？そう、これね、意外にね、うん、まあ今時節柄ね、うんうんうん、年末のご挨拶で立ってくれたお客さんこう回ったりするんですけど、うんうんうん、立ってくれた奥さん方に非常に好評でしてですね、なんかこのかっこいいねなんて言われて、あ、そのままでなんか調子に乗っちゃってね、いいんだったらいいですね、なかなか剃れないで、ね、うん、いるんですけど、なるほどね、まあ、そんな感じですね、ふざけております。まあ本当に、何をおっしゃいますか、ダンディでございますよ。素敵だと思いますよ。ありがとうございます、ね、ちょっとなんか薄い感じで薄い感じ、頭も薄い感じ、やめなさい。あ、そうだ、ラジオだしね。あれよ、大事な宣伝を先週ね、うん、そうそうそう、あんまりできなかったんで、そうそう、今日はねちょっと真面目にね、うん、少しやりたいなと思ってるんですけどね、はい、先週もちょっとお話しさせてもらったんですが、うん、今週の土曜日日曜日ですね、うん、12日、それから13日、うん、これをですね、なんとまあ、上田市の古い里って書いて小里っていうところなんですけども、インター降りてすぐですね、ユニクロさんの裏なんですけれども、こちらでここに分譲地があるんですよ、アクロスタウンと私どものですね、そこでですね、今おかげさまでどんどんやってまして、2棟同時の見学会ということでね、やっております。それでさらにこれで、まあ、2棟って書いてあるんですけど、チラシはね、もう1個 おまけでですね、うん、非常にこれくんごさんの多分大好きだと思う、うん、こうガレージハウスみたいな、あ、いいですね、いいですね、かっこいいやつがですね、こう、まあ、ちょっとイラストで、うんうん、こういうかっこいいやつが、うん、これもただ、ね、3つ同時に見れるという、すごい、なんと一粒で何度おいしいかっていう、すごい、このシンプルは美しい、うん、そう、シンプルは美しい1000万円からの家作り、そうそうそう、これまた魅力的な、シンプル&スタイリッシュ、美しい外観でグッドデザイン、うんうん、これ受賞します、ね、ゼロキューブ大変好評いただいております、うん、はい、これと、同時にですね、平屋の、うん、スタンダード小箱、ね、カリフォルニアスタイル、うん、これが同時に見れるという、なるほど、ね、なんとお得な、すごいね、ねえ、いいでしょう、飛ばしてますね、アクロスさん、ありがとうございます、おかげさまで、うん、ありがとうございますね、今日はあれ車で飛ばしてきたわけで、反省会ないよね今日ね、そう
なんですよ。さすがにね車なんでね今日はね、うん、そうなんです、ね、まあその分あの年末特番がそうだ控えてますのでね、2時間番組がありますもんね、はい、思いっきり紅白歌合戦に対抗して、ぜひ皆さん紅白ではなくてですねクンゴボンゴを聞いていただきたいなとですよ、はい、ですよ7時から、うんあ、いいね、それは今いいかな、あ、今いいかな、もういい、アクロスはいいの、あ、そうそうそう、アクロスいい、あ、いいの、あ、いい、じゃあいい、じゃあさ、やって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 、うん、うん、一緒にメッセージ読もうよ、あ、どうぞ、まあ俺が読むやってください、うん、読んで読んで読んで、感想を聞かせてください、はいはいはい、ラジオネームやっこさん、うん、いつもありがとうございます、こんばんは、先週は楽しい公開生放送でしたね、会場で見せていただきましたが、いつも以上に楽しかったです、お疲れ様でした、定期的に公開生放送できるといいですねと。伝説の人に会った、今日のテーマ、今月テーマ伝説、某スーパーグループのツアーバンドのバンマス、で佐野健二さんっていうすごいベーシスト、伝説の人に会った、そうかすごいな、いやどの世界にもいいんだよ、還暦だって、へー、すごいすごいですね、そう、いいな、還暦でゴールドで印字された佐野健二と印字された赤いピック、うん、お還暦で赤で、あ、還暦赤で ねすごい、バッと配ったみたいよ、レアじゃないですか、いいね、いいです ねおめでとうございます、長野ドットノムさん、あ、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます、くんごさん先週は生放送お疲れ様でした、また紹介ありがとう、じゃあポットマホービン、今日短いな俺ありがとうございます、ありがとうございます、そしてラジオネームイーゼルさん、いつもありがとうございます、ます、こんばんは、いつもお世話になっております、伝説レジェンド、佐久市の本社がある、うん、あのブレーキの神様、うん、毎日毎日エンドレスに頑張っています、うん、あのパワーすごいです、うん、リスペクトです、うん、だ要はエンドレスって、ね、ね、自動、うん、あのブレーキメーカー、うん、ブレーキのパッドがすごい、そうね、すげー、年末に向かってくんごさんもエンドレスなパワーで風も引かずに頑張ってね、年末は飲みましょうね、あざーす、そうだって深澤さん車好きじゃない、あー好きですね、ね、あの某鈴木の某なんとかスポーツ、そうですそうです、ね、うん、マニュアルコキコキ、はい、ね、運転するのが好きなんですね、いいっすよね、あ、よくできた車ですもんね、峠道を走るのが好きなんで、うん、コキッとね、あれは結構いいですよ、意外と、うん、故障ないですか、故障ないです、おかげさまでね、具合いいです、具合いいです、いいですね、はい、以前乗ってらっしゃったもんね、僕ね、うん、具合あなたの具合が悪かったんだよそうなのそうなの、本当に、ね、そうなの、そうか、でもまあそうそうそう、まあ鳴らし鳴らしよかった、やってますんで本当にありがとうございます、あの今月はもう一回だから年末の時に来ていただく、ぜひ楽しみにしてますね、万全の体調で、はい、来るように調整しますんで、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあクロスホームから深澤ジャムでした、はい、どうもありがとうございました、じゃあ曲いきましょう、オアシスで Don't Look Back in Anger、
いや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 、怒涛のような時間でしたわ。ダンプさんにね、ドーンと持ってかれたよ。持ってかれた。そういうわけでエンディングは若干尺をね多めに残してもらって、少しいつもみたいにのんびり喋りたいなと思ってるわけでございます。あ、早速来たよ。何が来たの。どこだ。あ、うん、どこだ。あ、ポットマホービンだから長野ドットノムさんだ。くんごさん、浅間誘惑、柵の里行く人々の、待てよ、下だ。深澤さんの言われた土地は今年上田に行った時見たよ。くんごさん、先ほどのリスナーさんのようにまた生放送頼むよね。あ、やこさんか、そっか、ありがとうありがとう。のむさん、ありがとうございます。いや、生放送だけでもね、アップアップではございますが、もうだいぶ慣れてきたけど、公開となると随分違いますからね。長野ドットノムさん、こっちに来ることがねちょいちょいあるみたいなので、今度は生放送、公開生放送に合わせて来ていただくっていうのもいいかもしれませんね。今月はとにかくね、いっぱい動き回ってて、12月の23日、時間ちょっとまだはっきりしてないんですけれども、12月4日に渡辺学ぶ&フレンズで、公開収録をしたライブが、クリスマスライブがありまして、それを FM 桜平で、オンエアしたいとね。素晴らしいじゃないですか。に、あ、決まり、23日の13時から、お昼の13時から、渡辺学ぶ with フレンズ、それでメロ、そのタイトルで、行ったライブをクリスマスな感じでね、イブイブ、素敵だわ。それで、皆様にお届けしたいと思っております。そして、12月31日はもう年末じゃない、大晦日よ、早いね。12月31日はこちら FM 佐久平で2時間特番、19時から、1時間早いんですが、19時から、公開じゃないや、これ生放送だ、普通の生放送なんですが、年末特番という形でお送りしたいと思っております。こちらもまたゲスト、渡辺学さんですね。そんなわけで12月突っ走っております。くんごぼんごもまた来週も、ぜひ皆さん聞いていただけたらなと思う次第でございます。ありがとうございました。くんごぼんご、草田成くんごでした。ありがとうございます。